国際ってあれだっけ、その買ってそのなんか期間が満了してから帰ってくるんだっけ。うん、多分そう。県立大分上野ヶ丘高校2年生の福本龍樹さんと日高博人さん、2人はペアを組み、東京で開催されるある大会に向けて猛勉強をしています。株式の譲渡や取得などを通して企業の合併や買収を。岩泉 M&A。 おめでとうございます、正解です。はい、高校生対象の金融経済のクイズ大会、エコノミクス甲子園。都道府県の代表が日本一をかけて熱い戦いを繰り広げます。クイズが好きという理由で地方大会への出場を決めた2人。およそ2ヶ月間専用テキストを読み漁り、幅広い知識を吸収していきました。僕はクイズが好きだったんで、1年の時にクラスメートだった日高君と一緒に出ようっていうことになりました。保険だったり税金だったり全然何も知らなかったので、本当に基礎から締め上げた感じです。独占や不当な取引などを防止し、もう一チーム早い。公正取引委員会。大分大会には県内8つの高校から20チームが参加。地方大会には各地の金融機関が主催していて、大分大会は6年ぶりの開催となりました。各高校の皆さんがいろんな意味での刺激とか、そういったものが得られたのかなと。日頃の勉強プラス、その勝負運の強さというか、お二人が一番、結果的に、うまくそのゲームを支配できたんじゃないかなというふうに思っております。今月26日に東京で開催されるエコノミクス甲子園には地方予選を勝ち抜いた45校がエントリー。全国805チームの頂点を決定します。対面形式で実施されるのは3年ぶりで、優勝チームはニューヨークへの研修旅行を獲得します。なんかさ、兄さんのさ、なんかその期限が延びることによってなんかな、より長期投資になんか向くみたいな。全国大会には県内からこれまでに安心高校と大分東明高校が出場しています。2人は知識が増えたことで社会の動きに関心を持つようになったといいます。ある程度知識がつくことで、この政策によってそのどういうことが行われようとしているのかよく分かるようになったので、そういった関連のニュースは特に注意して見ています。自分の意見とかを持てるようになって、なんか自動的な学びから主体的な学びに変えることができたかなと思います。成人年齢の引き下げにより早期に金融リテラシーを身につけることが求められるようになり、今年度から高校では金融教育が必修化されています。また政府は資産所得倍増プランを示し、貯蓄から投資への流れを進める方針です。高校卒業するともう本当に大人として自らいろんな金融商品、金融のことを自ら主体的にやっていかなければならない。こういうクイズの形を取ったりですね、お友達との会話の中で少しずつ身近な存在として金融のことも学んでいただけたらありがたいなと思います。これまで磨いてきた金融知力で全国大会に挑む高校生。精鋭を相手に2人が見せる底力に注目です。全国大会頑張ります。